はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信の方を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、手関節、手の関節の仕組みと、それに対する具体的なアプローチについて解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。やはり、手は私たち大変使うことが多い部位。まあ、手首もそうですし、手の指の方まで含めてですね、今回あのリハビリの視点から解説をさせていただきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。では早速手関節、手の関節の仕組みなんですが、まあ、一般的にはこの手首の部分のことを指すんですが、ここ腕の骨、頭骨と尺骨という2つの骨と、ここにですね、手のひらのところに8個、手根骨と言われる手の骨があります。でここの間をつなぐのが手関節というふうになります。でこれ専門的には具体的には頭骨、手根関節と手根中央関節というものが、代表的なものになってきます。でこの手根骨から骨がこう連なって、手の指が形成されているというところがあります。でそこに筋肉ですとか靭帯ですとか腱がついて補強されているというところがあります。でこの手関節、手の指も含めてなんですが、自由自在にやっぱり動いて、握る、離す、つまむなんていう動作を、できるようになっているんですが、反面ですね、やっぱり使いすぎですとか動かしすぎというところで、特にこの前腕部、肘から手首のところがですね、やはり制限、障害を受けやすいという特徴があります。でさらに痛みも出やすいんですが、もうちょっとむくみも出やすいというところも大きな特徴になってきます。で例えばこういう障害というのは、もともと作家の方ですとかピアニストの方とかギタリストなんていう、こう手や指を酷使する職業の方にもともとこういう障害多かったんですが、最近はやっぱりパソコンを打つなんてことが増えてきましたし、あとキーボード、マウスの使用もそうですし、あとやっぱりスマホやタブレットパソコンを使うってことも増えましたので、こういったことで手の障害というのはやはり増加傾向にあります。で主なこの手関節の障害としては、まず外傷、例えば転倒でこう手をぐっとついてしまうということで骨折をしてしまう頭骨遠位端骨折、後列骨折というものがあります。それからしびれが出てきて、これ手根管症候群というものが出てくることがありますし、それから腱鞘炎であったり関節リウマチという疾患でも、この手首の障害というのが現れやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。ではここからは手関節痛改善に向けたストレッチやエクササイズと、暮らしの中で実践できるポイントについて解説をさせていただきます。まずストレッチやエクササイズというふうになるんですが、今回2つ紹介させていただきます。1つは前腕クッキングのリリースといって、床と平行になるように肘を伸ばしたまま、親指以外の4つの指をこうぐーっと手前の方にぐーっと伸ばしていくと、こういう動きのリリースストレッチというふうになってきます。でもう1つは握り離しエクササイズということで、指全体をしっかり伸ばした後に、まずは第1、第2関節、この事情にこういうふうに曲げていって、その後こうぐーっと握ります。そしたら今度はここの第3関節曲げたままでこうぐーっと手を伸ばしていって、こういう動きですね、これをですね繰り返していくというエクササイズになります。でこれむくみ防止という意味でも大変効果がありますし、1日の中で頻回に行っていただいてもいいかと思います。で慣れてきたら手首をこうひねる動作も入れていただけると、さらに動きが良くなりますが、注意点があります。それは秒数回数もさせていただいているんですが、これあくまで目安になりますので、休憩挟みながら疲れが残らない程度でぜひ行ってください。それから痛みのない範囲で無理なく安全にぜひお願いをしたいと思います。さらに暮らしの中で実践できるポイントも2つあります。でまずは気持ちいいと思える程度の軽い刺激で手関節、手の動きを引き出していくというところなんです。やっぱり手の動きというのは皮膚からのこう感覚情報も入りますので、幅広く影響が出てきますので、この気持ちいいという感覚がすごく大事になってきます。で動かす時に、いろんな心地よく動きを高める方法があるんですが、一つダーツを投げる時のような、専門的にはこれダーツスローモーションというんですが、こういう動きですね、こういう動きをすると手の動きが高まりやすくなってきます。それからテーピングですとか装具、スプリントというものを使って、その動きを高めるということが大事になってきます。これは 手首ですとか手指の動きを負担を減らすというところがあります。例えば日常生活の中でもできることは、フライパンですとかその握る柄を太くするなんて方法もありますし、
あとまあ、つまみ動作がこう行いやすい、こう手の親指との他の4本の位置を調整するなんていう方法がありますので、こういった形でぜひ専門職も活用しながらですね、参考にしていただければいいかなというふうに思います。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。